でも多分しいて言えばだよね。いやだまあ、いないもんまずね。いない。みんな、うん、心の年齢一緒。あやちゃん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 。あーちゃんは最近なんかお姉ちゃんとお母さんあそうなの、疲れてる人いますか？だからね、みんな疲れたって聞いてくれてさっきね、さっきなった確かにね、みんなのこと心配になっちゃう。みんな頑張り屋さんだからさ、こうレッスンの時とかさ、こうね、頑張ってるもんね。うん、頑張ってるね。逆だけど、みんなこっちになってるけどね。うちは確かあやちゃんの。じゃあ次の話題に行こう。うん、次。やばうちもポンコツは誰ですか。おお。みんなポンコツだから。そうだね。どこの分野でポンコツかみたいなのがあるよね。うん、どこの何の一人ずつさ、まあ、ここが分野目ですみたいなさ、うん、あるよね。あるね。いなくない？結構ガチで。うん。まあ、あやちゃん。あんまこう確かに。ポンコツって言葉はない。うん。ポンコツの場合そう。ポンコツはポンコツはちょっと内容内容。まあ否定はしない。あ、おんぷちゃんかな。ね。ポンコツ。うん。おんぷちゃんですね。どの分野？え、もう全部分野。常にさ。ギリギリを攻めてるよね。ね、確かに。でも確かに、なんかさ時間とかじゃなくてさ、ギリギリ攻めてをギリギリできてるよね。そうなんだ。やっぱギリギリで不安になるもんね。うん。けどさ、まあなんとかまだ耐えてる。ギリ耐えで。耐えですね。じゃあなんか別の行きましょう。そっちも。ね、質問もねしてくれないんです。質問質問してください。まあ、そろそろ一度告知挟んでおきますか。そうですね。そう、あ、てかその週替わりじゃないけど 2,3 日ごとにみんなそれぞれ告知 MC でしてます。 MC がね、苦手なメンバーもいますけれども、みんなね、それぞれね、言葉考えて緊張しつつ告知してるんで、みんな聞いてみてください。6月8日。あ、全然、あ、配信中なんで全然もう全然すいません、言わなくてよかった。
なでお揃いにしようね。前方と撮影です、うん、で前方だけの特典もあります。あやちゃん、おお、すごい、みんなちゃんとこれランちゃんに言えばよかった、ね、かわいいやばいって、そうワイドチェック、そうですワイドチェックね、かわいい線鼻、ワンマンの時計はちょっと一味違う可能性もあるしね、うん、ワイドチェックめっちゃいいよね、あれね、え、多分ね、むっちゃレアなものになるんじゃない、うん、いいですね、囲みの、うん、ね、そうそう、ね、囲み、めっちゃいいよ、いいよね、なんか、うん、千葉のメンバーさ、最近さ、集合写真とかでさ、個性出していこうって話してるからあの、囲みも個性出していきたいと思います、うん、じゃあ、ということでね、あ、じゃあ最後にスクショタイムでもやりましょうか、あ、いいじゃん、で、これ、で、あの、ハッシュタグね、千葉のワンマン、千葉のシビアストリングワンマン0608、おわー、偉い、さすがだって作ってくれたから音符ちゃんがね、じゃあちょっとそれをハッシュタグして、じゃあ行きます、スクショタイムスタート。なんかうち顔深い、誰も分かんない、お、つぶやきましたあ、小指じゃない、うちらって言えば、うちらのポーズ、うちらあるからね、ということで、こんな感じで、うん、みんなチケット買ってください、買ってね、お願いします、どういう感じで終わる、以上、私たち以上、私たち